シアター、火遊び屋やめようの始まり始まり。ある日曜日の昼下がり、幼い兄弟が家で留守番をしていました。あ、いいもの見つけた。お父さんのライターで遊ぼうっと。危ないからダメよ。お母さんが火遊びはダメって言ったでしょ。大丈夫だよ、すぐ消すから。消えたと思ってゴミ箱に捨てた紙が燃え出しました。さあ大変。あ、燃えてる。慌てて消そうとしたら間違ってゴミ箱を倒してしまいました。そうしたらその炎がカーテンにまで映ってしまいました。うわー、どうしよう、お母さんに叱られるよ。泣いていないで早く消しなさい。火がますます大きくなってきました。もうダメだ、逃げよう。早く頭を低くして外へ逃げるわよ。火事を知らせる住宅用火災警報器が大きな音で鳴り出しました。その音を聞いて隣の山田さんが駆けつけてきました。火事だ、助けて。おい、みんな大丈夫か。おじさん大変、火事なの、助けて助けて。よしよし、分かった、もう大丈夫だよ。僕が消火器で消してみるから、その間に消防に電話できるかい。うん、119番でしょ。そうそう、偉いね。じゃあ頼んだよ。119番、もしもし、消防ですか。家が火事です、すぐ来てください。住所ですか。刈谷ハイウェイオーシスです。家の中では山田さんが消火器を使って一生懸命火を消しています。これなら大きな火事にならないかもしれないな。遠くから消防車のサイレンの音が聞こえてきました。次々に消防車が集まってきました。山田さんもこれで一安心です。そして火事も収まってきました。山田さんが素早く火を消してくれたからよかったけど、一つ間違えたら大きな火事になって家も何もかも失ってしまうところだったよ。ごめんなさい。皆さんも絶対に火遊びはしないように、わかりましたか。はい、おしまい。はい、それでは皆さん、今見ていただいた紙芝居を少しだけおさらいしたいと思います。まず火事が起きて避難をするときに3つのポイントがあるので皆さんにお伝えしますね。まず1つ目は、煙は上に向かってモクモクモクと上がっていくので低い姿勢で逃げるようにしてください。そして次に、煙を吸わないようにハンカチやティッシュなどで鼻や口を覆うようにしてください。皆さん今マスクをされているのでマスクでも大丈夫です。煙にはとっても体に悪い毒が入ってますので吸わないようにしてください。そして3つ目です。これが一番大事だと思います。一度避難をしたら絶対に戻らないでください。皆さんお家に大切なもの、宝物とか置いてきちゃったりとかするかもしれませんが、皆さんの命の方がとっても大事なので一度逃げたら戻らないようにしてください。わかりましたか。わかりましたか。はい、ありがとうございます。では次です。さあ、ここに
なんて書いてあるか分かりますか？火事だ。お、正解。火事を見つけたら、まずは大きな声で火事だーと叫んで、周りの大人の人に火事が起きていることを知らせてください。一度ここで皆さん練習してみましょうか。私がせーのと言ったら大きな声で火事だーと言ってみてください。いいですか？それでは行きますよ。せーの、火事だー。バッチリですね。今みたいに大きな声で火事だーと叫んで、周りの大人の人に火事を知らせてください。それでは次です。さあ、火事を見つけた後は119番と言って消防士さんに電話をしてください。電話をするときに、まずはじめに火事ですか、救急ですかということを聞いてくれますので、その時には落ち着いて火事ですというふうに伝えてください。その後、どこが燃えているのか、もし住所が分かる場合は住所を詳しく伝えてください。住所が分からない場合には、どんな建物か、何か目印があるもの、目印を伝えてください。コンビニだったりスーパーだったりを消防士さんに伝えるようにしてください。そしてその後ですね、火事がどんな様子なのかということも伝えていただけるとありがたいです。何が燃えている、怪我人はいるか、怪我をしている人はいません。皆さんが見たままそのままを消防士さんに伝えるようにしてください。そして最後に自分の名前を聞かれるので、しっかりと伝えてください。そして119番通報するときは、安全なところに避難をしてから落ち着いて電話をかけるようにしてください。では皆さん、今紙芝居で学んだこと忘れずにいてくださいね。以上で紙芝居終わります。それではこの後、隊長から一言お願いします。音楽隊長の内田でございます。私どもは、普段はですね、年間100回ほど、名古屋市内で演奏を行っております。本日はですね、私どものスポンサー企業であるポッカ様のご好意により、ここ狩山で、来て演奏することができました。見ますとね、大きな観覧車、そして、温泉、そして、市場と、まあ、新しい景色を見てちょっと感動しております。ではですね、ここ借り上げたわけでございますけれど、私どもの生の演奏をですね、2回目3回目それ以上という方、はい、では初めてという方、はい、初めての方ありがとうございます。2回目以上の方もありがとうございます。では、少しだけ火災の話をさせてください。この時期でございますけれども、空気がまだまだ、乾燥する時期が続きます。となりますと火災が発生しやすいです。小さな火から、火災は発生します。そして風が強ございます。となりますと小さな火が風が強いと大きな火になって、そして大火になってしまう可能性がございます。ということから、ご家庭におきましても、そして職場におきましても、火の用心をお願いいたします。それではここで この後のイベントについてお知らせをさせていただきます。この後12時15分よりセントラルプラザ、皆さんの後方右側ですねの2階多目的室にて、ポッカ札幌による親子で楽しむレモンセミナーが開催されます。45分間の親子食育にお時間をいただけましたら、残りあと15組の親子様を先着順に募集しております。参加された方にはポッカレモンさんから素敵なプレゼントがもらえますので、ぜひともセントラルプラザ2階多目的室へお越しください。それでは以上でポッカレモン消防音楽隊の演奏演技を終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。